皆さんこんにちは、インストラクターのまなみです。今回はこのヨガブロックを使った、ヨガのポーズだったり、あとはピラティスのエクササイズだったりご紹介していきたいと思います。ヨガブロック2個準備していただいて、一番低い高さこの向きですね。で、中くらいの高さがこの向きになります。一番高くしてこの縦の向きになっていく3通り使っていけますので、その時の状態に合わせて向きを自分でも変えてみてください。ではまずはじめに背中のストレッチやっていきたいと思います。はい、ではブロックを2個使ってこういう風に T の字みたいな感じで置いていきます。一番低い高さで大丈夫です。そして、横向きになっているブロックの上に頭、そしてこの縦のところに肩甲骨が乗るようにして寝ていきます。ゆっくりとゴロッと寝ていきましょう。で、少し腰が反りやすくなるので足は曲げたままで大丈夫です。はい、ではそこから両手をバンザイ持ち上げていきます。ぐーっと伸びていきましょう。で、そこから肩甲骨ちょっとゴリゴリゴリとほぐすようにしながら、ゆっくりと床を沿うようにして下ろしていきます。また上に上げて、吐いてぐーっと下ろして回していきます。肩甲骨を回す。で、これもご自身のね、体の状態に合わせながら、もしこの辺でぐーっと開いて、胸が開いて気持ちよければ、ここでキープしてもらってても大丈夫です。で、ちょっとゆらゆらこう揺らしてあげたりして、胸周りを広げてあげましょう。デスクワークね、やっている方とか結構これ胸開いて気持ちいいと思います。はい、無理なく行っていきます。さあ、あともう一呼吸繰り返しましょう。で、ゆっくりと手を下ろしたら頭のこのブロックの高さを一つ高くします。そしてブロックのこの端っこですね、こう横向きになっているこの端の部分が首のちょうどうなじのところですねに当たるようにして寝ていきます。で、ブロックはこう手で持ってあげてください。で、自分でちょっと角度を決めながら頭ゴロゴロゴロと転がしてあげて、少し首の後ろをほぐしていきます。で、これもゴロゴロ転がしててもいいですし、ああこの辺ちょっと痛気持ちいいなっていうところがあったら、そこをしっかりとほぐしてあげて、はい、首の後ろ付け根の部分をほぐします。はい、ゆらゆらゆらしたり、ちょっとぐーっと少し頭の重みで体重乗せながらぎゅーっとマッサージしてあげたり、もう一呼吸。はい、ゆっくりと動きを止めたらブロックを元の高さに戻して、そしたらその状態から足裏同士合わせて膝外にパターンと倒していきます。で、腰反りすぎないように少しお腹グッと引き上げて両手万歳、肘同士を掴んで胸ぐーっと開いていきます。少し呼吸繰り返しましょう。鼻からゆっくりと息を吸って、ゆっくりと吐いて、背骨を優しくブロックの方に預けに行きます。ラスト一呼吸したら手を反対に組み替えていきましょう。同じように呼吸繰り返す。で、ずっと肩甲骨のところにブロック置いてあるので、もし辛ければいつでも取ってください。
スト一呼吸して両手ゆっくりと離して、足も閉じて、背中のブロック一度取っていきましょう。頭のブロックも取っていきます。はい、取ったら一度足前に投げ伸ばして、手もだらーっとして、ふーっと自分の体がマットの方に沈んでいく感覚を味わっていきます。で、両足を曲げて、両膝胸の方に引き寄せて、少し背中丸める。で、ゴロゴロと右に左に体揺らして、好きな方にゴロンと倒れて、ゆっくりと起き上がっていきましょう。はい、以上、ヨガブロックを使ったストレッチになっていきます。ずっとブロックの上に寝ていると、背中が辛いっていう人は続けてやらずに少し分けながらやってあげたり、途中でブロック取ってもらったりしても大丈夫なので、体に合わせながらやってみてください。では終わっていきたいと思います。ありがとうございました。